ポポポポポポディジューポ、みんなでディジューポ、楽しいディジューポ、健康ポ、あ、間違った、健康ポ。はい、ということで、みんなのディジュッポ健康法、あ、健康法の番組が、これが第2回目になります。第1回目はなんと泉ひなさんが特別ゲストでね、なんか30分以上の番組になってたと思いますが、これ15分で終わりますよ。はい、ということでね、今日はあのエミエミチャンネルという番組、兄弟番組って言うんですかね、はいはい、のパーソナリティのエミちゃんにゲストで来ていただきました。はい、はい、村越エミです。ありがとうございます。今日はと付き添いの、はい、新平と申します。新平ちゃん、青山新平さんです。ビジュアル系ギタリスト、そして流笛まで吹いてしまうというね、雅楽までやっちゃうよっていうね、あの吹きながらギターはできないですね、絶対ね。ギターはそうですね。それできません。僕がディジュリドゥ吹きながら歌えるかって言われると一緒に同じようなものでできません。あ、できるかも、ディジュリドゥ。ね、ということで、ディジュッポ健康法、エミちゃんはこの間エミちゃんの番組で、あのやっていただきました、はい、初めてのディジュッポ健康法ね、うん、楽しかった。それがこの僕のこの番組が流れる前かとか分かんないんで、前後するかもしれませんが、それはまあ見てのお楽しみということでね、はい、でディジュッポ健康法で新平ちゃんは初めて、はい、初めてディジュリドゥは知ってる。はい、知ってます。知ってた。はい、でも吹いたことはなかった。一回だけちょっと試しに吹かせてもらって、それはどこで。あの知り合いのお家で。知り合いのお家で、はい、あ、知ってる人かもしれないな。あ、そうですか、わかんない結構ね、広いようで狭いようで、狭いようで広いんですよ、どっちなんや。まあまあ適当な話なんですけど結構ディジュリドゥ愛好家多いです。うん、うん、あの知らない人の方が多いけれども、うんうん、ディジュリドゥ吹ける人っていうのは日本でもね、多分何百人、何千人という、あ、だって僕のディジュッポ健康法だけでも3000人ぐらいやってるんで、うんうん、すごいですね。まあ、4000人ぐらいいるのかな、分かんないけどね。このディジュッポが吹けるからってディジュリドゥ吹けるっていうふうに認めてくれない人たちもいるけど、うん、まあまあそれは別としてね。と、まあ、とにかくこのディジュッポ、まあ、ディジュリドゥっていうのはオーストラリアの先住民、アボリジニの、はい、うん、彼らはユーカリの木です。やってます。で健康法にしたんですけど、健康法をそのユーカリの木でとかやるとですね、うん、重いので、まあ、大変ですよね、はい、あの取り扱いも大変だし、はい、あとね、やっぱり天然のものってカビが生える危険があるわけですよ、うん、それを健康法に使うっていうのはちょっとどうかなっていうのがあって、うん、あ、まあ、こういう高密度ポリエチレンという、はい、まあ、いわゆるプラスチックみたいなもんですけど、これだと水洗いできるわけですよ、はい、あ、洗ってね、ザーってね、はい、うん、であの消毒もできるしね、はい、でこれを使ってやってるわけですが、うん、唇の振動、これが音です、うん、これがこの中で覚醒されるだけ。これ覚醒器。こんにちは、こんにちは、こんにちは、これさ覚醒器ですね。この声帯から出てる声の代わりに唇の振動っていうことです。お、できてるじゃないか、うんうんうん、二人ともできてるじゃないか。はい、終わります。はい、終わったか終わったかここが始まり、はい、はい、ということでこのブーが出ましたね、うん、鼻で吸ってね、息は鼻で吸うんだよ。でできるだけ細く長く、あれ、さっきできたのに今ね、うまくやろうとしたでしょ。うまくやろうとしないね、うん、うん、なんでできなくなっちゃったの。わかんない、喋ったから。喋りすぎた、別の意味じゃん違うこう、うん、かゆい。そう、血行が良くなるからね、あの痒くなるんですよ、最初の頃はね、うん、それがだんだん慣れてくると何ともなくなりますから、うん、これ毎日10分20分ね、はい、ここだけではつまらんな。で特に女子によくこう評判のいいね、うん、ダブルブレスという、これ1回ずつ吐いて吸います、うん、これをまず100回やれるようになったら300回、うん、毎日やるですよ、うん、これ特訓ですけどね。これをやるとですね、まず小顔になる、表情筋がね鍛えられて小顔になる。でウエストも細くなる。
こんないいことはないよね。で、ほうれい線も薄くなるらしいですよ。うわ最高、うん、みんながみんなならないけどね。なったらいいな。はいはい、なりますよきっとね、はい、でこの300回まずやりました、はい、まあ、やったとしましょう、はい、その後に基本のブー出しやすくなります。そうそうそう、出しやすくなった、うん、出しやすくなるでしょ、うん、なったかゆい、かゆくない、うん、出しやすくなったって言っといて。いや本当になるよ、これはね、なぜかっていうとこれ、これ特訓なんですよ。唇が早く振動が、ね、うん、するようになるし、うん、まあ、腹筋背筋、要するに呼吸器系発生に関わる筋肉が急激に鍛えられるわけですね、うん、だから楽に音が出ますよ、うん、はい、でこれね、ディジュリードゥって口動かすとになるわけです。あ、それ声だ、それ 声出さなくて。え、声は出さない、声なしで、さっきできたよ、うん、本当、そう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 、そういうことです、そういうことです、そういうことですね、はい、そういうことです、うん、で僕と同じ音が出ようなんて思わないでくださいね。僕23年やってます、初めての人とね、これね、うん、同じ音が出ちゃったら、ね、私はどうしたらいいの。途方に暮れますね。だから最初はこのままです、うん、これがでだん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 、ね、クリアになっていきます。これはやってれば、うんうん、まあ、1ヶ月2ヶ月3ヶ月1年2年どんどん音が変わっていきますね、うん、最初のだいたいやっぱりね2ヶ月ぐらいの音の変化がね顕著に出るんですよ、うん、で自分の音は情けなく聞こえます。これ117センチ向こうから外へ、うん、向こうへ行っちゃってるから、うん、空気伝導の音はね、うん、で自分の音はこれに増幅された周波数が、うん、周波数というか、まあ、振動がね、うん、自分のこう頭蓋骨に伝わって骨伝導で聞いてるんですよ、うん、8割9割すると骨伝導と空気伝導と周波数が違うので、うん、音が変わって聞こえる、はい、で自分の肉声もそうじゃん、うん、人が聞いてる肉声と自分の声違うじゃん、うん、そんな声じゃねえやって思うじゃん、うん、でもそんな声なんだよね、うん、これ周波数が違う、骨伝導で聞いてるから、うんうん、だからそれだけ頭蓋骨が振動してるわけですよ、うん、で自分の音は情けなく聞こえて他人の音がよく聞こえるんですよ、うん、これはね本当これはしょうがない、どうしようもない、うん、じゃあどうしたらいいのって言ったら、まあ、狭いところで引きこもりのように吹くか、うん、壁に向かって吹くか、うん、そう壁から跳ね返ってくるからね、うん、あ、お風呂で、あ、お風呂で吹くといいですよ。へ、特に女子は半身浴しながら、あ、そうするとね、うちのお風呂狭いから、うん、もうこの入んないんですって言ったら、はい、出しゃいいじゃん。開けてドア開けて出せばいいじゃん、外に出ちゃう、ね、そうそうそう、やってみよう、まあまあ、あとは今はもうスマホで簡単に録音できるから、うん、自分の音を録音してみるんですよ、うん、聞いてみるっていうこと、そう、そうするとね、え、意外といいじゃん、うん、と思うわけ、うん、そうするとまた自信が持てるでしょ、うんうん、あとどんどんまた良くなっていくんですよ、うん、そうなんですね、昔はね、僕やりかけた23年前のスマホなかったからさ、うん、あの何 MD か、うん、なんウォークマンみたいな、うん、わざわざ買ってきてさ、で何月何日の音とかってブーって何月何日の音っていう地味あの日記のようにやっている、うん、いいですね、ある程度上手くなった時に聞き直すと、うん、え、この音なんかいい音だなとか思っても、うん、上手くなっちゃうとできない音が出てくるんですよ、うん、へー、それもいいですね、うん、それがね、なんかね、面白いなって思いながらね、そう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 、そんなこともやりながらね、やっていただくと、うん、とりあえず最初の 2,3 ヶ月は毎日やってほしいな、はい、10分から20分、はい、そうするとね、確実に変わりますよ、うん、で、うん、まあ、2,3 ヶ月毎日やったら、はい、その後は例えば1日おきとかね、はい、週に2回とかね、うん、でもいいです、はい、1ヶ月に1回ダメ、うん、少なすぎる、それではね、うん、まあ、せめて週に1回、うん、これずっと継続していくと効果は継続しますよっていうのが、実はうち の, あの僕あの大学教授と共同研究させていただいたんですね、うん、はい、まあ、あの何、医学博士ですよ、うん、ね、でそこから出てきたエビデンスが、気分好転、ストレス解消、自律神経バランスが整うと、うん、この効果は継続してこれをやっていないとダメですよっていう、でしかも我流に走ると知りませんよと、うん、健康法としてやってるメソッドに従ってやらなければいけないので、うん、健康法として正しくできているかどうかをちゃんとうちのマイスターという先生たちが全国にいます、うん、でいないところでも今はオンラインでレッスンしてます、そこでチェックをしてくださいと、はい、じゃあそのマイスターは誰がチェックしてるのっていうと、僕がチェックしてますんで、うん、正しくできてるかどうかっていうのをきちっと、はい、あの
うまくならなくていいんですよ、うん、演奏じゃないから、はい、まあ、演奏家になりたければね、それはそれでまた別のレッスンしますけど、はい、あの健康法なんで、うまいかどうかじゃなくて正しくできているか、ちゃんと意図しているか、うん、健康維持増進するため、はい、より美しくなるため、はい、という意図をしているか、はい、で音を出すときに姿勢と細く長い息遣いと、うん、ポジティブな感情、思い、思考を乗せると、うん、気持ちいい、嬉しい、幸せ、楽しい、ありがとう、愛してるっていう思い、感情を乗せて、うん、その音が広がれば広がるほど、うん、そのポジティブな思いも連れて広がってくるんですよ、うん、ね、ストレス発散なんかしないでくださいね、これね、そのストレス飛んできますからね、うん、やってるうちにストレス解消できるので、うん、そんなことはもう考えなくていいんです、うんうん、音に乗せるんですね。そんなことより音に自分の愛とか感謝とか、うん、ね、気持ちいいとかね、うん、嬉しい、幸せ、楽しいっていうポジティブな思い、感情を乗せて、うん、それが波動で伝わってくるんですよ、はい、じゃあ私愛を乗せます。乗せてください、はい、もうね、エミちゃんの愛で地球すっぽり包んでください、ね、もう宇宙全体包んでください、はい、そうすると気がついたら、うん、あれ世界平和になってるでしょ、うんうん、っていうね、うん、それが僕の最終的な目標です。すごいこと、素晴らしいことしてるんですね、トシさん。素晴らしいことしてるでしょ、すごい褒めて褒めて、うん、この一本のリキュールから、うんうん、そうそうそう、世界平和へ、ね、うん、すごいいいこと、そのお手伝いをぜひしていただきたいということで、うん、広めております。はい、はい、ということでね、はい、今日はあのお二方、はい、ゲストで出ていただきました、はい、ありがとうございます。みんなでデジュッポ健康法、あ、違う、健康法というね、あのポッポポッポ忘れた、自分の自分の番組のテーマソング忘れてる、え、あるんだ、のほほんのほほほんしか覚えてねえよあるんだよ、見てね、うん、ということで今日は本当にありがとうございました。ありがとうございました。またね、あのこれ時々やりましょうよ、はい、あのリアルでもね、あのオンラインでもやってますけど、はい、やっぱりリアルに越したことはないのでね、うん、はい、またあの集まってでもいいし、うん、はい、まあ、どっかで、うん、ここでも、うん、またゲスト出ていただいても、これだけ進化しました、はい、上手になったの、3ヶ月後ぐらい、はい、どれだけ変わったのか、うん、そう、愛がで、その時に全然変わってなかったやってねえなおいっていう話になります怒られちゃういや怒りやせんよそっか、はい、はい、ということで、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。じゃあまた、あ、そのうちちょっとセッションしよう、ね、はい、ということで、またこれで出会いが生まれました。生まれました。さよなら。さよなら。ポッポッポッ。